北西から南東を見たところ、地図100万交差点は、京都府京都市左京区にある交差点である、東西に走る今出川通と南北に走る東大寺、通りとの交点に位置する。交差点やや西寄りから、北西方向に伸びる細い道があるが、これは今出川通の旧道である。100万の名は、交差点の北東に位置する、地温寺の通称、100万に由来する。 元稿元年に薬病が大流行した時に、地温寺の発生前悪炎上人が百万年物を唱えたところ薬病が治まり、五代醐天皇から百万という号を賜ったと伝えられている。正式な地名ではないが、交差点の周辺の地域も百万と呼ばれる。南東側には、京都大学吉田キャンパス本部構内が面しており、北東方面には、 地温寺を挟んで同大学吉田キャンパス北部構内、南西方面には同大学吉田キャンパス西部構内が位置し、交差点周辺はファーストフード店等、学生を主な客層とする各種飲食店が点在する学生街が形成されている。南東角から南側にかけて石垣があり、京都大学学生などによる立看板が掲出されていることがある。 2006年にこの石垣の一部を撤去して新たに100万門が作られたが、その過程で計画に反対する学生による石垣カフェ事件が起こった。南東側の京都大学本部校内は、かつての終わり半京都市も屋敷であることから、この石垣は、その当時、南西閣には、第一銀行以来の支店を引き継いだ水穂銀行100万支店があったが、2006年9月に閉鎖された。 その後、同店舗は改装され2008年8月14日より、大黒ドラッグ100万店となっている。北東には、交差点名の由来となった、100万運の別名を持つ、千温寺のほか、他、拓窓院、両蓮寺がある。また、交差点北東角に、京都100万運郵便局がある。北西側にはには、千温寺の道を挟んだ正面に、ローソンストア100、京都情報大学院大学がある。 五三送り日では、京阪電車で町柳駅付近に劣らず、大文字を見るためにこの北西閣にも多くの人が集まる。また、この場所に店舗を構えていた書店、レブン書房は2012年6月末をもって店舗営業を停止した。その後、同じくこの地で長く営業を続けていたパチンコ店、モナコも閉店となり、跡地には2016年にセブンイレブンサイゼリア、ネットカフェが入居する。 オリエント百万ウンビルが竣工し、現在に至ってている。今出川通は、京都市街と、北、白川、獅子型に方面を結ぶ古くからの道である。13世紀当時、ほとんど、田畑だけであった、現在の交差点付近に、西恩寺工業が、別荘、吉田泉殿を建て、君下たちの遊興の場としたが、その後後荒廃した。昭和初期。 東大寺通りが開通したことによりこの交差点が形成された。その後かも大橋を経由する今出川通の振動が開通したことにより現在の形となった。京都市電が1928年から市電全廃の1978年まで走っていた。また2000年代には今出川通急道との合流点の形状変更や歩道の拡張などの工事が行われた。 2018年2月25日、京都大学大学院生ら2人が10分以上に、渡り交差点中央にこたつを置き、居座る事件が発生。同年5月、京都府警察に道路交通法違反容疑で逮捕された。以前の標識と信号機、ありがとうございます。